える？うん、かわいいね。絶対一瞬で溶けると思うって。うん、わかる。あ、アイスいいね。石垣熱いんです。本当に熱い。たこ焼き、あ、間違えた。たい焼き。すごいね、たい焼き。口からアイスクリーム、あ、垂れてる、うん、出してるのか吸い込んでるのか。実験、垂れまくってるけど、あ、本当かな、うん、夏危険、とりあえず舐めまくった方がいいと思うよ。これさ、中を落ちそうと思ったって。よし、人工呼吸みたい。入って食べたら魚とチューしてる。うん、うん、ティースコ入ってたよ、これ今。うん、やった。うん、なんかすごい匂いがする。うん、すごい。10本から売ってる。なんか何百円分買うかみたいな人が、何百円分か、多分何本。すごい匂いがします、この小さいな空間には。うん、なんか違うね、普通の天ぷらと見た目が。白身魚？うん、かまぼこかさ、チキンのウィングル見えるって。熱い熱い。まだダメじゃない？あ、熱い、食べたい、熱い、食べたい、だけど食べたい。うん、違うね。うん、なんでさ、上の天ぷらとかみたいにさ、でこぼこじゃなくてさ、うん、ホットドッグみたいになってるね。違うよね。醤油、醤油か、ソース。エキサイティングブックスター。これは間違いではないと思う。なんか珍しい本売ってるさ。うん、暑いしか出ないとね。レンタカーでよかったと思ったよ。やばい、本島と違うって。もう絶対レンタカーなかったら死ぬたんじゃない？自転車とか、うん、違うさ、移動さ、バスとかで、ね、移動したらさ、無理無理無理。
もっと暑い中でバス停待ってとかさ、倒れてると思ってよ、絶対。で、シェキ楽しかったね。うん、暑かったけど、あっという間だね。じゃあ1泊2日やっぱ短いね。でも朝早くで夕方の便で帰ったから、うん、いいかもしれん。とりあえずコロナ対策はすごかった。あ、すごかったと思う。厳重だって。あれはさ、島を愛する心がそうさせてると思ったみたい。普通の雑貨屋さんでもさ、うん、入り口に除菌スプレーとかさ、うん、行った居酒屋は全個室に除菌スプレー置いてるしさ、すごかったよね。ホテルの朝の朝食もさ除菌スプレーで手やって、手袋やって、除菌スプレーでやって、うん、マスクしてないと入れませんって。入店お断りしますさ、うん、あれぐらいやってもいいと思っちゃう。石垣の対策率 99% ぐらいだったね、うん、本当だから。それに比べたらさ 60% ぐらいしかしてないってことで、はい、お土産を食べます。恒例の自分たちにお土産をたくさん買ってくれた。今日は気になった友人から勧められて、伊佐製菓が作る塩せんべいがうまいということで探しに行って、空港に行ったらあったって言って、よかった。あれがしける前に食べて。でもう一個は石垣じゃないけど宮古島って書いてあったけど、サンド、見た目が美味しそうだったから買った。これは結構迷わず買った、ね、即買った。一瞬止まったら、あ、宮古島って書いてあったから、うん、ちょっと考えたけど結構買った。では実食。うん、めっちゃサクサク言ってるね。硬くないぜ。うん、見た目だけだった。そのこんがり色が硬く見えるのかな。うん、うん、うん、軽い軽い、うん、でも薄くない？なんかいつものように、うん、で、こんがり色だよね。うん、うん、うん、あのチョコクリームあるやる？やる派？うん、やらない派。私もやらない派。売ってるよね、塩せんべいと。これは分かれるかな、うん、やる派とやらない派、うん、セットで売ってたよね、売店とか。うん、うめ、なんか違うって見た目が、なんかふわふわ感が、2層みたいになってる。食べ口ですみません。これ塩結構効いてるんじゃない、うん、石焼きだけなのかわからんけど、ちゃんと代表者石焼きって書いてるさ、ね、どっかで見たサラダ案内はさ、さやこ、うん、さやこさんの、ね、別のはたまこさんがいた。石垣じゃない、宮古島の海の優しさ詰めて、サク、ホワ、カリな贅沢サンド、うん、うん、塩バターの塩ホワイトチョコレート味。クッキーがさ、美味しそうって。匂いしてバターの味。うんうんうん、いただきます。うん、美味しい。クッキーのバターの匂いでしょ。エアインチョコと口どけ軽やかなビスケットがマッチ。コーンフレークっぽいね。サク、ホワ、コーンフレークだね。うん、めっちゃサクサクってね、うん、このクッキーだけでも絶対美味しいと思って。うん、うまい。正解だね、うん、すごい、うまい、うまい、うんうん、味濃いめだね、うん、さっきのが残ってるのか。塩の味するよね。ここに入ってるよ、塩だから。うんうん、甘いけど、ソルティー。すごいね、甘いのに塩入れようと考えた人ね。ね、意味の良さって思わなかった。板チョコのさ、塩が入ってるのとかさ、意味わからんかったって最初。もう好きな人好きだよね。今のところ私たちのレモンチューハイの1位はリッチレモン。リッチレモン5種類ぐらいのは飲んでるんじゃない、いろんなの。氷結飲んだ、これ飲んだでしょ、キレートレモン飲んだ、こだわり酒場飲んだ、本搾り、贅沢搾り、6は飲んでる、うん、で多分氷結2種類飲んでるわけ、うん、7種類は時間かね飲んだかな。その中で栄えある1位がリッチレモン、うん、あれが断然レモンの味がしてさ。